どうも、こんにちは、太郎です。今回はシルバーのバースデーやっていきたいと思います。バースデーストーリーから順番に見ていきましょう。1から。誕生日？俺の？喋ってもイケメンっていう。ああ、そうか。よく覚えていたな。この様子、本人も忘れてた？きっと今年も、親父殿が祝いの席を用意してくれるはずだ。お前も来るか？なんかさ、初めてのことが起こりそうじゃない？リリアが張り切っちゃってさ。はい。では、今年のやつも見ましょうか。2番ですね。ああ、監督生。わざわざ祝いに来てくれたのか。プレゼントに欲しいもの？おお、物欲とかあるんか？特に思いつかないが、この回答ではせっかくの好意を無下にすることになるな。ひとまず一緒に食事に行こう。そしてお前の話を聞かせてほしい。参考にさせてもらう。いいんすか？いいじゃん。なんか物欲なさそうだよな、シルバーって。じゃあログインボーナス見ましょうか。1と2。かっこいいな。じゃあ今年ね。どっちもかっこいいな。はい。では、先ほど見たユニオンバースデーのシルバーゲットしに行きましょう。やってまいりました。バースデー召喚のシルバーですね。いただいた10連のマジカルキー使ってやっていきたいと思います。行きましょう。前回エペル君がね、一発で出てくれたんで。シルバー、お前も続けてきてくれい！頼む！羽は二つ。どうでしょう？鏡さんどうすか？闇の鏡に導かれし者よ。キラキラ少なめだけども、お、いきなりエスレア。マリウス様も来いと言っておるね。あ、今監督なんだ、マリウス。意外と出てなかった、レア。お、またマリウス。なんかセベクだったら喜んで出てくるみたいなさ。そんな感じのスタートあったね。あ、出るかな、 SS レアシルバー。おっと。リドル君が続いてますが、お、またエスレア。ルーク。やばい、これサクサクいっちゃうね、これ。頑張れ、シルバー。来るか？来ない。レア。う、あっさりと終わりました。カードの詳細ちょっとせっかくなんで見ましょうか。はい、こちらですね。シルバーのユニオンバースデーカード詳細、アタック。アタックが5900。ん？ルークと？ちょっとグルービー語見たいと思います。ちょっと見たくない方はね、スキップをお願いします。グルービー語に変更します。せーの。うお、参ったなみたいな感じで、なんか、え、なんかさ、髪さ、かけ上げちゃってさ、なかなか見ない表情。いいね、なんか、貴重なのでは、これ。当てた方、ほんとおめでとうございます。ルークいいな。こっち何プレゼントするんだろう。気になるね。なんか、どんなストーリーだったんだろう。はい。ということで、今回ね、残念ながら、シルバーのバースデー召喚、行くことはできなかったんですが、なんかあれだったね。親父殿がさ、毎年お祝いしてくれるってさ、リリアのバースでどんな感じなのか気になるよね。なんか、ハロウィンの話とかさ、聞いてた感じだと、なんか張り切ってさ、いろいろやってくれるんじゃないかなと思って、なんかそれだけでね、いろんな妄想が広がって、ちょっと面白かったです。ということで、改めてシルバーお誕生日おめでとうございます。短いですが、今回これで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。